まもなく手元の時計で8時半ゲームが始まってまだ2時間ワンアウトランナーが1、2塁で福本第1戦最優秀選手に選ばれたその福本10打数で6安打3打点張本さん、はい、この第1戦の MVP がこの福本そして第2戦が引き分けでしたが柏原考えていれば、まあ、いわゆるドラフト1位2位とかという上位じゃないんですよねドラフト7位の選手がですねここまで這い上がってきたというのが嬉しいですね特にね福本君みたいなですね小柄な選手はね、はいまあ、俗に言うそのスポーツマンはでっかくなくちゃいかんという今までは通例があったわけですよね、そういう意味ではね小柄な人たちもね希望が持てますよねその福本ライトへ杉浦バックするフェンスのそば跳ね返ってきますボールが岡田が戻らない一人だけ1点も返しました2対1張本さん、はい、わずかでしたかね、いい当たりだったんですがね、惜しかったですね、ですけどね、まあ、ランナー1、2塁ですね、はいまあ、ワンアウトでしたらね、袴田は当然こう、ハーフウェイで折らなくちゃいけないんですがね、はいまあ、人工芝でしたらね、今頃はね、ワンアウト、セカンドでね、サードへその試みるんですよね、をするということを、僕はもっと日本人も真似しなくちゃいけないと思いますね。まあ中にはね、本当ふざけた外人もおるんですがね、やっぱりね、このようにお子さんがたくさん見てますからね、いいプレーしてもらいたいと思いますね。そうですね。福本、これはちょっと詰まってますが、コースがいい。今日福本2安打、長打になる。福本が2塁に一勝。これは無理しません。ここで走ってもらいたいね、やっぱりね、みんなこのね、あの願ってますからね、はい、クルーズよりも悪いけどもね、福本は走ってもらいたかったね。福本は二塁へ今のあたりですいい角度に張本さん飛んできましたねそうですね当たりはねちょっと詰まってますが、はい、コースが良かったですねいや二塁のベース上の方福本が走りゃよかったというふうに山本浩二の方を向いて何か言ってます2対2の同点、まあ、昔はね公式戦が早くってオールスターゲームというのは随分時間がかかったものなんですけど最近はこう逆になりましたね公式戦の方が時間がかかってむしろこうオールスターのゲームの方がこう早い時間で進行していくようになりましたね、まあ、しかし選手もねこれ3試合ありますとね疲労があって大変でしょうねこれはねまあ、僕は常々思うんですけどもオールスターゲーム2試合でいいんじゃないかなという気がね常々するんですけれどもね、まあ、出るからには選んでくれた人ファンの皆さんそれから推薦してくれた監督のためにも、チームのためにも一生懸命やるというようなことをよく選手は言いますが確かに、まあ、張本さん3ゲームというのはこれから考えるべき一つの考えかもしれません長いです、ね、それともう一つはやっぱり DSA というものをね、それも考えなくちゃいけませんね、うん、まあいろいろな意見があると思うんですがね、まあ、3試合やりだしたのは1963年からですがね、はいはい、その前にもね1951年やっとるんですよ、しかしねこれも多いということでね、はい、1年で取りやめてるんですよねまあしかし3試合やるなら日程をもう1日か2日で、ね開けるとか、まあ、2試合でですね、あと2試合は選手会に任すとかね、もうぼつぼつ考えてもいい時期ですね。選手はね、非常にこれね、苦痛なんですよ。はい、これね、お金のこと言ったら悪いですがね、10万しか出ないんですよね。そうするとね、まあ、切符を買ったりね、あるいはね、食事を誘ったりね、若い選手はね、非常にね、これ足が出るんですよ。ですから、まあ、かわいそうな気がしますね。まあ、やっぱり全般的に考えてもらいたい時期に来ましたね。さて福本が出て太田が代打に起用されます西武の太田ワンアウト福本が巨人ライトから左中間に先制の二塁打を放った そうだったんですがまず先頭福本がフォアボールで出て走りますまあ、走者が出ますと若い藤本を抱き合ってちょっとこうピッチャーの足元を抜きますまあこの辺はね本当にピッチャーっていうかまあバッテリーがねこれで
ご覧のように福本が3塁を奪います。また6回で3回までパーフェクトに抑えられた阪急、4回の攻撃、先頭の福本です。これはインサイドのストレートを、ね、うまく、ね、引きつけてライト2ボールになってからの3球目ですよね、これインコースのボールなんですけどね、ホームランにはなりましたけどね、福本はちょっと苦しいスイングですよね。まあ、バッティングの方はもう一つで感じましたですね。第1号ホームランですね。そうですね、まあ、畑山もですね、フォアボール出したホームランということでちょっと今日は月がないかなと思ったと思うんですけどね。6対3ですから、これでゲームがね。そして1番に帰って福本です。この福本もセカンドゴロ、どうしても点を取れませんね。